ついに、この時が来た。リエラ、声出し解禁。2020年2月23日、シャロン、ファーストラブライブを最後に禁止されていた声出し公演。ラブライブシリーズ単位では、3年ぶり。ラブライブスーパースター、リエラ、サードラブライブツアー、ウィウィル。埼玉公演にて、ついに声出しが解禁されるのだ。長かった。本当に長かった。そして、リエラちゃんにとっては、初の声出し OK 公演となる。本当に涙が出てしまうかもしれない。が、精一杯の声援を届けたいと思う。と、同時に、いくつかの問題点も存在する？第一に、当選倍率の激化。正直よっぽど当選する、と舐めてかかってはいたが、少々不安になってはいる。みんな、来ないでくれ。かっこ白心。というのは、半分は冗談だが、半分は本気である。リエラの、ある意味ファーストライブと言っても差し支えないライブ、みんな来たいもんね。頼む、通ってくれ。そして、もう一つ、新山さんへの配慮である。私の動画へのコメントでよく見かける、最近ラブライブを知ってくれた方々。そんな方々もライブに行くことを忘れてはならない。声出しライブ初めてだよー、という人も多いはずだ。Twitter でも、このような方たちの不安の声が上がっている。もちろん、みんな、それぞれに楽しんでほしい。が、ご新規ライバーさんに、現場って怖いね、行きたくないね。なんて思ってほしくない。新規の入らないコンテンツに未来なし。節度を守って、思いやりを持って、みんなでライブを楽しみましょう。お前に言ってるんだよ。必要とあらば、周りと協力して、つまみ出してあげましょうね。リエラちゃんにも、楽しい思い出を作ってあげたい、アイドルやってるって思わせてあげたいです。今日は短いですが、このあたりで、ご視聴ありがとうございました。あとなんか、アズナの初日、一般通ってました。